完走できればラッキー。はい、いろいろやってもらってですね、今年はまた新たにマシンを作り直して、あの今のところは順調に来てるんで、まあみんなに頑張ってもらった分結果で恩返ししたいなと思ってます。朝から搬送のトラブルでちょっと落ち込んでるんですけど、まあ、とりあえずレースは頑張るんでやってみます。久々のドライですけど、ちょっと楽しんで頑張ります。ありがとうございます。優勝です。開幕戦はとりあえず2列目スタートなので、安全に、はい、カウントでございます。精一杯やりましたんで、あとは決勝候補してください。
壊れないように走りたいと思います。切れません。壊しました。はい。次を頑張ります。今日はN プラスのホールを取りたいと思います。そして優勝したいと思います。時代でも多く前に出れるように頑張ります。まあ、いまいちですね。ちょっと行用と。どうしましょう、あんまり良くないです。頑張ります。さあ時間となりました。 DTCC AE86 ワンメイクレース決勝に向けてのコースオープンとなっております。決勝に向けてのコースオープン DTCC AE86 ワンメイクレース、コースオープンです。まあ、いつも赤ランプが点灯してそれが消えたら、決勝スタートということになるんですが、赤ランプがつかないで今回は、
バツ印が赤い背景に白いバツ印がついて、それが消えたら決勝スタートと。さあ決勝レース17番グリッドまで使うことになるんですね。16台で17番グリッドまで使う。トップは馬場裕樹さん、1分29秒375のタイムが出ています。ポールポジションにつくのは馬場選手。ちなみに DTCC は、クランマンコースで行っていきますので、まあ、タイム的には1分30秒切る馬場さんがポールポジションにつくということになります。ラウンド1、選手の皆さんを、ね、紹介していきたいと思います。まずはポールポジションゼッケン11番、馬場雅樹選手。そして2番グリッドはゼッケン33番、立合雅弘選手。3番グリッドはゼッケン31番、斉藤義行選手。4番グリッドゼッケン32番、中村圭選手。5番グリッドゼッケン37番、小野正勝選手。頑張ります。6番グリッドゼッケン993番中谷健太郎選手。7番グリッドゼッケン22番、池田博之選手。8番グリッドゼッケン38番、西村選手。9番グリッドゼッケン2番、千葉豊選手。10番グリッドゼッケン92番、小林博史選手。11番グリッドゼッケン15番、坂本照之選手。12番グリッドゼッケン56番、塩谷孝義選手。13番グリッドゼッケン70番、鍋谷正弘選手。14番グリッドゼッケン47番、品田健二選手。15番グリッドゼッケン16番、澤田明俊選手。そして17番グリッドはゼッケン5番、西海文和選手。以上16名のドライバーによる決勝レース、この後スタートしていきます。さあこの後スタートなんですけど、まあ、フォーメーション一周あって、また、今度は本グリッドに戻ってきます。同じグリッドに戻ってきてスタートとなるんですが、スタート5秒前がついて5秒前が消えて、その後赤背景白バツ表示がバッと出ます。そしてそれが消えたらスタートということになりますので、いつもと違いますのでお間違えないようにお願いします。さあ今フォーメーションラップスタートしていってるんですが、一台動きましたね。全車フォーメーションに入っています。一周周回してきて、改めて同じグリッドについて、その後いよいよ決勝レーススタートということになります。さあ最後尾再開選手ですね。まあ、この DTCC タイムが非常に速いレースになりますので、12周あっという間に終わってしまうような、本当にねスピードが速いレースなんですけれども、やっぱりスタートの重要性が結構効いてきますよね。そうなるとこのスタート、今のタイミングでドンというふうに出られるかどうか、そして1コーナーにねどのように入っていけるか、このあたりまず注目して、レースを皆さん楽しんでいきましょう。それから各コーナーそれぞれ回収が行われているところがあって、そのあたりもね決勝レースになると結構攻めるレースが今年は続いていますので、最終コーナーのあたりなんかちょっと見どころになりますので、立ち上がってくるところをね注目するっていうのもレースの楽しみですね。これね全車グリッドについています。グリーンが出ています。さあそれではこれからスタートです。ですね、綺麗にスタートしていったんじゃないかと思います。ちょっと遅れたマシンがあったようには見えましたが、
綺麗にスタートを切っていったと思います。そして馬場選手トップどうでしょう。お、そうですね、トップで今1コーナーに入っていきました。いいスタート切りましたね。馬場選手今日は調子が良さそうです。さあ車両は1コーナー、2コーナー、3コーナーを抜けてもう4コーナーをね、トップは回っています。ここも少し回収されて、あの外側にね、あのコースが広がっているところなんですが、そして今6番ポストの前を通過。一気にねトップスピード乗っていて、やはりねあのマシン速度本当速い、このカテゴリー BTCC。 そして音がねレースだなっていう音をね感じさせてくれますよね。そしてバックストレートにトップが入っていきました。長いこう縦のね隊列になって、お、今後ろの方でちょっと順位が入れ替わっているのが見えました。そしてトップ最終コーナーをこう大きくね、あそこも回収されてコースが広がっているので、前までだとねあそこまで大きく回ると土煙がボッて上がるようになっていたんですが、そこが回収されています。さあトップ2番手3番手と通過していきます。馬場選手、立谷選手、中村選手、そして中谷選手が4番手に上がっています。中谷選手が4番手。そして最後尾から出た西海選手がもう7番手まで上がっています。さすがですね。そして今1台止まっていますね。止まっています。あ、これはちょっと危険なところに1台車両が停止しているので、これは一度、あ、赤旗という対応ということになります。先方に赤旗が停止されて、これで一度レース中断ですね。さあそして赤旗中断ということになりますので、各車戻ってきますので、ピットロードを各車戻ってきます。車両が戻ってきますので、通行する方は十分ご注意ください。車両がこの後戻ってきます。でピットロードに各車並ぶということになります。ピットロードに各車並びますので、ピットの中に入れないようにお願いします。ピットロードに各車並ぶことになります。ちょっと1台ですね 10.5 あたりで、非常に危険なところに止まってしまっていますので、そこをですね、今回収に行くということになります。
じゃあこの後、現在ちょっとコースをね、整備しておりますので、コース上の整備終わるまで待っていただくんですが、コースクリア確認され次第コースオープンとなります。オープンしたらですね、一周回ってきていただいて、最初のグリッドに皆さんついてください。最初のグリッドです。現在の順位ではなく最初のグリッドについてください。そして改めてスタートをやり直します。でここまでリタイアという情報が入ってきているのは、ゼッケン92番とゼッケン5番、ゼッケン92番とゼッケン5番がリタイア、そして 10.5 で止まっていたのがゼッケン37番とゼッケン38番、ちょっと37番と38番も無理そうなので、ここは4台減って12台でということになりますね。さあではコースオープンとなります。コースオープンとなります。さあそれでは順次コースインしてください。順次コースインお願いします。さあ各社グリッドに、これは最初のスターティンググリッド、最初のスターティンググリッドについていただきます。では、お知らせします。6周でいきます。6周でいきます。フォーメーションありで、その後6周で、いきたいと思います。あ、3分前出ましたね。ピットクルーの皆さんは、待機お願いします。待機お願いします。改めてこの後フォーメーションラップ行って、改めてグリッドに着いた後は用意どんで6周の決勝ということになります。エンジンスタートの表示が出ましたが、この後フォーメーション1周回って改めてグリッドについて、その後6周で決勝レースを行っていきます。さあフォーメーション1周回っていきます。
さあ1台ね、やっぱりちょっとエンジンかかりづらかったマシンですかね。今ゲートから出します。さあ、各社改めてスターティングリッドにつきます。これが予選で、決まったスターティングリッド。先ほどね1周2周目でねあの赤旗が出たので、先ほどスタートした後は1周しか回っていないんですけれども、今回は6周でいきます。6周の決勝レースいきます。さあそれでは各社がグリッドについて、さあではスタートします。あー今度は31番が、これはシフトでしょうかね。スタートミスが見えました。さあそしてゼッケン70番はピットスタートということになっています。さあトップは今7番ポストの前をこれから通過しようというところ。そしてバックストレートに入ってきます。このあと 10.5 あたりで、先ほどねトラブルが起こったんですけれども、そのあたりにオイル処理の跡があるのでうまく抜けてほしいですね。さあ今バックストレートを抜けて、これから最終コーナーにトップがかかっていきます。お、2番手3番手が結構お席、おっとそれから、あ、これ石灰ですね。土煙に見えますけれども、これが石灰、相当処理した後ですね多分ね。さあゼッケン11番の馬場選手先頭に、ゼッケン33番32番と進んでいきます。それからゼッケン993番中谷選手、坂本選手が5番手に上がっています。千葉選手、そして池田選手が7番手、斉藤選手8番手に上がって、9番手塩谷選手、10番手澤田選手、品田選手が11番手、そして最後尾がピットスタートの鍋谷選手。さあトップ馬場選手の優位は変わりません。これは、まあ、予選から絶好調の馬場選手、2位以下を大きく引き離してこれから最終コーナー立ち上がってきます。6周で行われています。2周目を現在周回中。さあそして1台スローという情報が今入りましたけれども、どうでしょう。あ、そうですね、1台スロー走行しているマシンがあります。坂本選手という情報ですかね。
ね、最初コーナーちょっと広くなりましたから、そこをフルに使って皆さん回ってきますね。これで去年とはラインがね変わっているということが分かると思います。あ、そして1台入ってきましたね。ここが坂本選手、前のフロントバンパーがちょっと外れそうになっているという情報もあります。さあ3周目に入っています。各車3周目に入っています。トップ馬場選手、2番手立合選手、3番手中村選手、それから4番手中谷選手、斉藤選手が5番手。ここまで DT1 の さあその横ホームスレッドを馬場選手が快調に飛ばしていきますね。ここでもタイム出てきそうです。1分お30秒065が出ています。30秒065、これ予選タイム29秒375なので、まあコースのねちょっとトラブルもありながら30秒065はとても速いタイムでしょうね。もう2位との差は9秒ついています。さあそして池田選手、塩谷選手が上がってきました。ゼッケン2番千葉選手もピットインとなっています。ということでコース上にいるのは10台ですね。10台です。あ、そして戻っていきますね。コースに戻っていきます。ゼッケン2番の千葉選手がレースに復帰、そしてゼッケン15番坂本選手はリタイアという情報です。さあ馬場選手、これで5周目に入っていきますね。5周目に入っていきます。その後ゼッケン33番と32番立谷選手と中村選手、そしてゼッケン31番斉藤選手が4番手に上がっています。中谷選手は5番手、池田選手は6番手、それから塩谷選手、沢田選手がこれからやってくるのかな。ちょっとここ空きましたね。あ、今1台入ってきますね。ゼッケン16番が入ってくるということになるんでしょうかね。接触をしているということです。今入ってきたのがゼッケン16番ですね。さあそしてゼッケン47番も入ってきますね。これから入ってきますね。こちらもマシントラブル。
さあここから馬場選手ファイナルラップに入っていきます。6周で行われている決勝、改めてスタートした決勝ファイナルラップ、そして先ほど1回ピットに入ってきて戻っていったゼッケン2番の千葉選手が今ストレート通過、ファイナルインということになるのはゼッケン33番と32番。これ立谷選手中村選手2番手争いは結構接近戦ですね。1コーナー回って前にいる赤い線、マシンが立谷選手、その後の白いマシンが中村選手です。共に TT1 のクラス。さあ馬場選手いわゆるぶっちぎりという形で今バックストレートに入っていきました。さあゼッケン70番が、ストレートを通過していっています。ファイナルラップに入っていますね。さあ間もなくチェッカー、今季第一戦となりました DTCC A86 ワンメイクレース、波乱の、ね、展開となってはいるんですが、その中で超安定、そしてぶっちぎり、トップチェッカーはゼッケン11番馬場雅樹選手です。そして2番手争い、ここどうなりますかね。さあ立谷選手、中村選手、ぴったりと中村選手が後ろにつけていきます。さあどうでしょう、このままで順位は確定か。さあ2番手は立谷選手、3番手中村選手、斉藤選手も追い上げましたね、4番手に入っています。そして中谷選手と千葉選手がここでチェッカー、池田選手も完走となっています。そして前回56番、塩谷選手は7番手でチェッカー、 N プラスのトップですね、 N プラスのトップで塩谷選手となっています。さあそして前回70番の鍋谷選手が、さあ最終コーナーを立ち上がってきます。前回70番の鍋谷選手、さあ N プラス2番手でゼッケン70番鍋谷選手がチェッカー、以上で全車チェッカーとなっています。結局7台がリタイア、9台が、チェッカーを受けています。そのうち6周完走できたのが8台。さあ本当に波乱含みという言葉がぴったりのとなってしまった DTCC AE86 ワンメイクレースの今季初戦なんですが、まあ、その中でもね見事な走りをしていただいた皆さん、この後表彰式に臨んでいただきますので、DTCC の関係者の皆さんは表彰台の方までお越しいただいて、ぜひ入賞した皆さんね祝福していただきたいと思います。さあ DTCC 今季第1戦、結局16台で最初スタートしたんですが、チェッカーを受けたのは9台ということになりました。はい、おめでとうございます。ではいきますよ、レディーゴー。あ、久々にねこのシャンパンファイトの光景を見ましたが、いいもんですね。やっぱりね今日は日差しもあるのでキラキラしております。はい、おめでとうございます。以上3名の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。はい、 OK でございます。ではシャンパンファイトいきましょう。シャンパンを皆さんにお渡しいたします。いきますよ、ではレディーゴー。あー、いいですね、あー、いいですね。そうですね、掛け合うやつですね。はい、あ、なんか気持ちよさそうですね。
はい、おめでとうございます。では5名の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。さあ以上で DTCC-AE86 ワンメイクレース、今期初戦、表彰式を終了とします。やっと戦ってきたんですね。まあなんとか7年くらいかかったんですけどポールポジションは何とか取ってるんですけど、なかなか完走できなくて、今日やっとみんなのおかげでいいマシン作ってもらって、まあ、セッティングもある程度に詰まって、まあなんとかここまで来れたんで、みんなに感謝ですけど、ありがとうございます。どうもありがとうございました。なんとか2位キープすることができました。次回も高いところ狙っていきます。さよなら。ね、2戦は全車完走して事故もなく、終わればいいなと思うんで、まずは今日トラブってですね、車も壊れちゃったけど、ぜひ直してまた2戦目に元気な姿を見せてほしいなと思います。お願いします。今日は非常に残念ですけども、第2戦また一生懸命頑張ってみます。よろしくお願いします。疲れた。疲れました。暑かったです。お疲れ様です。お疲れ様です。グダグダでした。どうも。また次回よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんのおかげで走れました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんもいいことないんだよね。返事は調子悪いし、次回また頑張ります。クラッシュのリタイアなんですけど、一応走れそうなんで自走で愛知県まで帰ります。はい、やっちゃいました。申し訳ないです。ご迷惑かけました。また来れるように頑張って直してきます。いや今日はダメ、リタイアですね。アンパー落ちちゃったんでダメです。また次戦、第2戦頑張ります。ちょっと下げ切りませんでした。はい、まあ、見直します。
ちょっと結果残念でしたけど、また直して必ずグリッドに戻ります。今回のレースはいろいろトラブルがありましたが、なんとか、終わりました。まあ、みんなで、DTCC を盛り上げていきたいと思っています。今後ともよろしくお願いします。